昼と夜の間に黄昏という一瞬を見つけました。JR 東日本の提供でお送りします。日本一の黄昏、紀行物の小説に書いてあった言葉に誘われ出かけた旅は、長い冬が訪れる前の儚い季節ゆえに美しい、そんな自然からの贈り物にあふれていました。秋の香りを帯びた風の中で眺める深浦の海は、夏の海ともまた違った魅力を漂わせています。黄昏時、この海が日本一の景色へと変わることを、あの作家のエピソードが語っていました。文豪太宰治、その名作津軽を執筆する際に深浦の夕景に心酔した太宰は、家族を連れ再びこの黄昏を眺めに来たといいます。太宰をも虜にする夕日、その景色が色褪せないのは、太陽が沈む前の刹那の瞬間しか黄昏という時がないから。黄昏は一日頑張ったことへの神様からの贈り物なのかもしれません。そんな儚い瞬間を見に来ませんか。一番の思い出、それは車窓からの風景でした。JR 東日本の提供でお送りします。美しい景色を見るだけでなく感じたい、それも日本一の絶景を、そんな勝手気ままな思いを抱き訪れたのは、日本で最も美しい景色が眺められる列車が走る街。秋の風と柔らかな日差しが気持ちいい港町は、初めて来る旅人を優しく迎え入れてくれました。そんな風景に魅せられた一人の作家、宮脇俊三。日本全国の列車を乗り歩き、その車窓を眺めてきた宮脇をもってして、岩木山をはじめとする津軽の山々と日本海の両方を楽しむことができるこの五能線からの風景は格別なものだったといいます。車窓から眺める日本海に沈む夕日、それは瞬きすら惜しいと感じさせる印象的な一瞬でした。素敵な車窓と心地よいレールのリズムを感じに来ませんか。相対性理論でも解けない風景と出会いました。東北新幹線やまびこがお送りします。降り立ったその街には、あの天才を魅了した風景が広がっていました。アルベルト・アインシュタイン、彼は松島の美景の中に日本の美しさの全てを見たのです。相対性理論をはじめ、宇宙の謎に最も近いとさえ言われた天才物理学者をも魅了した自然美。明晰な頭脳の持ち主をして
いかなる名工をもってしてもこのような自然の美は見られまいと言わしめた松島とアインシュタインの出会いのエピソード。全国で講演をこなし、日本の風景は見慣れたはずのアインシュタインですが、黄昏時に訪れた松島の風景を目にするなり、おお、月が、と言ったっきり絶句したといいます。この話を聞いた時、アインシュタインの美に対する造形の深さと日本の景勝地が世界に認められた気がして、妙に嬉しい気持ちになりました。史上最高の頭脳が愛した美形、松島に見せられてみませんか。険しくも美しい自然美と出会いました。JR 東日本の提供でお送りします。賑やかなる季節の到来を目の前に控えた今、いたずらっ子の春風に誘われて季節を迎えに出かけました。そこで見つけたもう一つの鬼怒川の魅力、温泉地として知られるこの地が名だたる景勝地に引けを取らない美景を隠し持っていたのです。その美しさは一人の文豪をも虜に。自然主義文学者田山花袋、自らの足で美景を探すスタイルで景勝地の魅力を伝えた彼がこの地を歩いた際、疲れすら感じず見入ったのが目の前に広がる渓谷美でした。ゴリラ岩という岩が出てまいります。あれ、はい、そうそうそう、あれがゴリラの横顔ですね。深く美しい緑は肩いをして神碧そむるがごとき鬼怒川の水と言わしめるほど。あなたならこの風景をどんな言葉にして残しますか。青の世界と溶け合いました。遥かなる大地が白いベールで覆われる前に、青の世界を求めていった一人旅。到着した町で待っていたのは、心の奥底を潤すようななんとも心地よい風景たち。今なお当時の面影を残すような空気の中に身を置くと、心地よい温かさに包まれます。ここで知った文豪の物語、青の世界が広がる田沢湖、この美景を複雑な思いで見つめた文豪がいます。斎藤茂吉。この地に住む友人の強い誘いに茂吉が応えたのは、その友人がこの世を去った後でした。美景への感嘆と友人への哀愁に胸を締められた茂吉は、この地で作った短歌にその思いを込めたのです。白の季節の来訪を前に、青く輝く田沢の湖面、一時の青の世界に今心が溶けてゆきます。どこまでも輝く青の世界、行ってみませんか。
ファインダーの奥に理想郷を見つけました。秋田新幹線こまちがお送りします。汚れない年を笑顔で迎えようと訪れた湯の町。そこでは空からの白い雪と大地からの白い湯煙が優しく迎えてくれました。ここは自然の原風景が広がる温泉郷。あるがままの景色の中に絶妙な調和で存在している宿は、訪れる人の心までも真っ白にしてくれます。耳を澄ませば今まで聞こえなかった自分の中の本当の気持ちと対話できることに気づきます。この場所が一人の芸術家の理想郷であることを知りました。木村伊兵衛、リアリズムを追求し続けた孤高の写真家。ありのままの本当の風景を探して旅に出た伊兵衛は、この地で流れ落ちる湯滝を見た瞬間、ここにあったと叫び、シャッターを押し続けたといいます。整えられた景色を嫌った伊兵衛をも虜にした本当の風景。孤高の芸術家の理想郷を見に来ませんか。運命の出会いが生んだ美しい愛の物語。秋田新幹線こまちがお送りします。初めて降り立ったその町は、まるで間近に迫った夏の訪れをたたえるかのように木々が美しく輝いていました。同じ景色の中で、いつの間にか移ろいゆく季節にすら気づかないようになっていた錆びかけた心。この町の自然と文化は、そんな私の心に心地よいやすりをかけてくれます。大正の昔、この町に咲いた一つの恋の物語。画家竹久夢二、数々の美しい女性モデルを見てきた夢二をも一目で恋に落ちさせた女性、お葉の故郷がこの秋田でした。理想の美女と天才画家との運命の出会いは、後に数々の名作を残すことになったのです。美しい絵の具からしか美しい色が出ないように、お葉が生まれ育ったのもまた美景が広がる港町でした。小さな港町で運命の出会いを感じてみませんか。美しい人が愛した美しい風景と出会いました。秋田新幹線こまちがお送りします。創設の女流作家の作品に舞台として多々登場する場所。そんな町で私を迎えてくれたのは、爽やかな日差しと風でした。気持ちよさに誘われ、気ままに散策。私の中でセピア色だった小説の中に出てくる町は、実際には驚くほどに華やかで、見とれるほどに華麗でした。自然と人間が絶妙なバランスで成り立っている街。
それは自然からの恵みを尊敬し、そして感謝しながら暮らしに取り入れた先人たちからの知恵の贈り物。この街を愛し、美貌の作家が一人、矢田つせ子。その短い人生の中で坂口安吾をはじめ数々の男性を虜にした美しき女流作家。そんなつせ子が生涯愛し続けたのが、少女時代を過ごした故郷秋田に広がる八郎潟の風景でした。美しき文人の汚れなき心に思いを馳せてみませんか。誇るべき色と出会いました。東北新幹線はやてがお送りします。移りゆく季節の中で気まぐれなお天道様がくれたプレゼント、その日差しに誘われるかのように出かけた一人旅。その町は優しく、しかし力強くそこに存在していました。盛岡、輝く陽光と人々が織りなす大地のリズムが溶け合う町。中津川の恩恵を享受するこの町で生まれたその色は、自分たちの誇りだとその人は教えてくれました。盛岡で古くから伝わる伝統工芸品で、紫という植物の根を使って染める染め物です。南部紫根染め、発芽率が1割にも満たない幻の花。その名も紫を原料とする伝統工芸。一時期過去のものとなりかけた紫根染めは、藤田健の尽力によって世紀を超え、技術とともにその鮮やかな紫色を再び見せてくれるようになったのです。誇るべき紫に会いに来ませんか。慈愛の意味を知りました。東北新幹線はやてがお送りします。きらめきの時を迎えに出かけたその町で、私を迎えてくれたのは風の歌と木々の青でした。平泉、平安の昔、みちのくに生まれた華やかなりし文化の道。そこに建てられし華やかなる名刹中尊寺。その金色の阿弥陀堂に込められた思いを知りました。救われない動物の鎮魂を願った金色堂に並べられた6つの地蔵菩薩。それは阿弥陀の力だけではなく、慈愛の心から生まれた配置だったのです。きらびやかな黄金の像に託されし、全ての命を敬う尊い心。それは夏の嵐にも揺らぐことのない一本の大木にも似て、人の世で最も大切なことを説いているかのよう。平安の思いに触れてみませんか。